こんにちは。今日は襟ぐりからぐるぐると編んでいく編み方で春らしいカーディガンを作っていきます。温かみのある色の糸を使ってふんわりと軽く編んでいきます。とても楽しい編み方なので、よかったら試してみてください。今回はこれを2本一緒にして編んでいきます。こんな感じで編んでいきます。で、正確に測れないんですが、だいたいこんな感じで、この糸はダイソーさんのエアタッチスフレ 30g で約 200m、 材質はアクリルとポリエステル、ウール、ナイロン、ポリウレタン。使用かぎ針の目安は5号で、2本一緒にして8号で編んでいきます。最初の鎖のところだけ10号で編んでいきます。でなければ8号でゆったりと編んでいきます。あとはボタンととじ針とマーカーを使います。今回の編み方はこの部分からスタートします。この鎖の数について説明します。でこの鎖はこういう感じになっていて、4箇所にマーカーをつけて、でここは長編みをしていくんですが、マーカーをつけた4箇所だけは長編みを3つ、こっちで見るとここが3つ、でここが3つ、で次はここで、ここで長編みを3つ編んで、こういう形にしていきます。で私は今回鎖44個で編んでいます。44個でスタートすると、だいたいここからここまで30センチになります。サイズを変える場合や違う糸で編む場合には、ここから鎖の数を変える必要があります。で私は今回44目で、でその他のパターンをいくつか書いてみました。でこれは実際に試していないのであくまでも目安ですが、これぐらいの比率で編んでいくといいかと思います。この44目のパターンで説明します。まず端の鎖にマーカー、マーカーのついた鎖を含めて数えます。マーカーを含めて10目目にマーカー、マーカーを含めて26目目にマーカー、でまたマーカーを含めて10目目にマーカー、全部マーカーを含めて数えます。それで鎖44、で他の数でも同じです。マーカーを含めて数えて鎖の数で、他も同じです。マーカーのところは長編み3つ、1つに1つで、マーカーのところは3つ、1つに1つ、マーカーのところは3つで、1つ、3つという感じで編んでいきます。鎖編みをしていきます。太い方の針を使って鎖を編んでいきます。この最初の結び目、ここをあまり引き締めてしまわずに、軽く引き締めて次の鎖を編んでいきます。このまま鎖を44個、鎖編みが終わったら針を変えます。でその前にマーカーをつけておきます。まずこの一番端の鎖、この鎖を含めて10個目にマーカー、
鎖を含めて26目にマーカー。26個目でまたマーカーを含めて数えていきます。10個目にマーカーで次は1段目を編んでいきます。針を細い方に変えて大きな鎖を一つ少し緩めにします。で、今マーカーのついているところに長編みをします。針から数えると1、2、2つ目になります。このマーカーのついているところに長編みを一つ、表でも裏でも大丈夫です。今回はちょっと糸が見にくいので表から入れていきます。これで長編みが一つ、この最初の鎖と長編み一つで、いつもは鎖三つで立ち上がるんですが、これを長編み一本と数えていきます。今回はこれで編んでいきます。同じところにあと2つ長編み、でまた同じところ、これで1つの鎖に長編みが3つで、3つのうちの真ん中にマーカーをつけます。次からはマーカーの手前まで一つに一つの長編みをしていきます。マーカーの手前まで編んできました。マーカーのついた鎖に長編みを3つ、まず1つ目、同じところに2つ目、同じところにもう1つ、これで長編みが3つ、3つのうちの真ん中にマーカーをつけます。次からは1つに1つの長編み、で次も、このまま1つに1つの長編みを続けて、マーカーのところでは長編みを3つ、でまた1つに1つの長編み、マーカーのところでは長編みを3つ、ここまで編んでいきます。端まで編んできました。最後の長編み3つにもマーカーをつけます。3つのうちの真ん中にマーカー、次は2段目、さっきと同じように緩めの鎖を1つ、裏返して鎖の根元に長編みを1つ、これが1つ目の長編みなのでマーカーをつけておきます。で次はこの長編み3つの真ん中につけたマーカー、ここにまた長編みを3つ、
まず1つ目、同じところにもう1つ、同じところにもう1つ、これで1つに長編み3つ、3つのうちの真ん中にマーカー、で次はまた1つに1つの長編みを編んでいきます。でこのまま長編みを編んで次のマーカーのところまで編んでいきます。マーカーの手前まで編んできました。またマーカーのところには長編みを3つ、まず1つ、2つ、3つで、3つのうちの真ん中にマーカーで、また次も1つに1つの長編みをしていきます。このまま長編みを続けて次のマーカーのところでは長編みを3つ、でまた1つに1つの長編みを続けてマーカーのところでは長編みを3つ、ここまで編んでいきます。端まで編んできました。マーカーのついていたところに長編みを3つ、3つのうちの真ん中にマーカーをつけます。で下の一番端はこの部分、この一番端の長編みに長編みを2つ、まず1つ、同じところにもう1つ、これで一番端の長編みに長編みが2つ、段の始まりは1つの長編みに1つの長編み、段の終わりでは1つの長編みに2つの長編み、こういう感じで編んでいきます。次の段も同じように、段の始まりは1つの長編み、段の終わりは2つの長編み、これを毎段同じように編んでいきます。で次も同じように編んでいきます。まず鎖を1つ、鎖の根元に長編み、これは1つ目、で次も1つに1つの長編み、次も、マーカーのところは長編みを3つ、1、同じところにもう1つ、同じところにもう1つ、これで3つ、次からは1つに1つの長編み、でこんな感じで1つに1つの長編み、でマーカーのところではまた1つに長編みを3つ、でまた1つに1つの長編み、マーカーのところでは3つ、でまたマーカーのところでは3つ、ここまで編んでいきます。3段目の端の方まで来ました。マーカーのついていたところに長編みを3つ、3つのうちの真ん中に
マーカーをつけておきます。で、次はマーカーのついていないところなので長編みを一つ、で段の終わりは長編みを二つ、これで一つの長編みに長編みが二つ、次の段も同じように編んでいきます。で、これは段の始まりなので一つの長編みに一つ、でそれ以降はマーカーがついていないので一つに一つの長編み、次も、で次もマーカーのところでは長編みを三つ、一つ、二つ、三つ、でマーカーのついていないところは一つに一つ、でこのまま長編みを続けていきます。マーカーのところでは三つ、でまた次のマーカーのところでも3つ、でここも3つ、段の終わりは2つ、でまた鎖1つで立ち上がって鎖の根元に長編み、段の始まりは1つの長編みで編んでいって段の終わりは2つの長編み、これを繰り返してしばらく編んでいきます。23段編んできました。ここは必ず奇数にします。で今の長さは約24センチ、斜めのラインは約27センチ、でちなみにこの部分は約16センチ、今の状態はマーカーのついている長編みとマーカーのついている長編みをしっかりと合わせて、こっちもしっかりと合わせて、この斜めのラインと斜めのラインが重なる少し手前、今の状態はだいたい1センチか2センチぐらい空いています。この状態で一旦ストップして、次は斜めのラインが終わってまっすぐ編んでいきます。最初のこの鎖の数によってこの長さは変わってくるんですが、その場合でも同じように斜めのラインと斜めのラインが重なる少し手前でストップします。で表と裏を確認します。1段目が表の方を表にします。で、これが表。次は裏。裏がここで表。で、表を上にした場合、糸端はこっち側に出ています。この向きにして、ここを表にしていきます。で、次は、こっち向きに編んでいきます。で今まで表裏表裏と編んできたので、これからも表裏表裏を繰り返していきます。で今までと同じように鎖を1つ、
で裏返します。鎖の根元に長編み、で次も長編み、で次も、でこのまま一つに一つの長編みを続けてマーカーの手前まで編んでいきます。端からスタートしてマーカーの手前まで編んできました。マーカーのところにも長編みを一つ、で次はここをずっとスキップしていって次のマーカーのところ、こことここをつなぎます。でつないで編まなかった部分が袖になります。でこことここのつなぎ方は長編みと鎖と長編み、今長編みを編んだのでここにマーカーがついていて、マーカーのついていたところに長編み、長編みの次は鎖を5つ、1、2、3、4、5で、マーカーのところに長編みをしてつなぎます。でこの時裏から針を入れます。こっちではなくてこっち側で長編みをしてつなぎます。マーカーのところに長編み、鎖、長編み。で、ここで実際腕を通してみて、きついようであればこの鎖の数を増やします。大丈夫であればこのまま続けていきます。隣にも長編み。で、次も長編み。このまま次のマーカーのところ、ここまで来たらまたマーカーに長編み、長編みを編んだら鎖を5つで、このマーカーのところに長編み、こっちと同じように編んでいきます。袖ぐりを作りながら端まで編んできました。一番端の長編みにも長編みを一つ、で今までは段の終わりは長編みを二つ編んできたんですが、これからは一つに一つでまっすぐ編んでいきます。今の状態はボレロのような形になっています。こんな感じになっていたら大丈夫です。で、また長編みを続けていきます。鎖を一つ、で根元に長編み。で、次も長編み。で、このまま長編みを続けて鎖の手前まで長編みをしていきます。鎖の手前まで編んできました。この鎖の隣の長編みにも忘れずに長編みをして、鎖のそれぞれに長編みをしていきます。鎖の数は5つ、それぞれに長編み。でこの時鎖の2本の糸の下になるように針を入れます。こっちが2本で、こっちが1本、これで長編みをします。この裾の方になる方を2本にします。
次も同じように長編みが5つ。で、次からまた長編みの上に1つずつ長編みをしていきます。このまま長編みを続けて、背中の方もずっと続けて、次の鎖も同じように編んでいきます。この長編みにも長編みを忘れずにして、鎖の数だけ長編みをします。で、また長編みを編んでいって、端まで編んでいきます。次の袖ぐりにも長編みを繰り返して、端まで編んできました。一番端のマーカーのところには長編みを一つ。段の終わりですが、長編み2つではなくて1つにしています。次も同じように編んでいきます。で、次も。で、このまま長編みを続けていきます。1つに1つの長編み。ここも、ここも、で、ここも。で、端まで編んだら、またここに長編みを一つ。で、また次の段を編んでいきます。これを繰り返して、しばらく編んでいきます。胴体部分を編んでいる途中なんですが、一旦休んで、袖の説明をしていきます。今は表が上になっています。で、今まで表裏表裏と編んできたので、袖も同じように表裏表裏と編んでいきます。今は表の長編み、次は裏の長編みにします。裏にするにはこの袖の内側から編んでいくことになります。脇の下には鎖が5つ、真ん中に針を入れます。で、新しい糸。で、一回引き出してしまって、結んでおきます。同じところに針を入れて、鎖を3つ。1、2、3。これが長編み1本の代わりになります。下から3つ目にマーカー。で、次は、こことここで減らし目をします。未完成の長編み、まず絡めて隣の鎖、一を引き出して3本あるうちの2本から引き抜きます。これで未完成の長編みが1つ。隣にも同じように2本から引き抜いて、これで未完成の長編みが2つ。これを一度に引き抜きます。これで2つが1つになって減らし目になりました。次はもう1つ減らし目。ここには長編みが1つ。この長編みの下の方と
上の方に未完成の長編み、ここにまずなるべく目立たないように2本から引き抜いて未完成の長編み、次は上の方、でまた未完成の長編み、これで未完成の長編みが2つ、これを一度に引き抜いて減らし目、これで減らし目が2つで、次からは一つずつ長編みをしていきます。次はここは穴が少し目立ちそうなので、ちょっと隣から糸を借りていこうと思います。長編みで、次からは一つに一つずつ長編み、でこのままぐるっと編んで、またここまで編んでいきます。袖の1周目を編んできました。次はこの長編み3つの2つ目の穴のところ、ここに長編みを1つで、このままだと少し目立つので、隣から糸を借りてきて、でこのまま長編みを1つ、次はこっちと同じように減らし目を2つ、終わりの方ではまずこの長編みの上と下で未完成の長編み、もう一つはここ未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。これで減らし目が1つ、次は最初に編んだ鎖の手前、こことここに減らし目、まずで未完成の長編み、これを一度に引き抜いて減らし目、これで減らし目が2つできたら最初の鎖に引き抜きます。でこれで袖の1周目が終わりました。1周目は減らし目を4つ、次は2周目で、次また表裏にするために今度は外側から編んでいきます。向きを変えて鎖を3つ、1、2、3、でこの向きに編んでいきます。で後でちょっとややこしくなるので、今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。ここが引き抜いたところ、で今と逆の向きに編んでいきます。
で、まず減らし目を一つ、こことここで減らし目、未完成の長編み、次も未完成の長編み、これを一度に引き抜いて減らし目が一つ。で、次からは一つずつ。で、このままぐるっと編んでいきます。袖の2周目を編んできました。こっちと同じように減らし目を一つ、こことここで減らし目をします。まず未完成の長編み、ここにも未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。これで減らし目が一つ。で、ここには編まないで最初の鎖に引き抜きます。下から3つ目、で引き抜きます。これで袖の2周目が終わりました。次は減らし目を1つ、1周目は減らし目を4つ、2周目は減らし目を2つ、次は一つ編んでいきます。まず鎖を二つ。今までは三つでしたが、一つ減らし目をするときには二つにします。で、また内側から編んでいきます。鎖を編んで、で、今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。隣に未完成の長編み、で、これで鎖2つと未完成の長編み、これを一度に引き抜いて減らし目が1つ。で、次からは1つに1つの長編み、で、このまま長編みを続けます。で、ぐるっと編んで、ここまで編んでいきます。マーカーをつけておきます。3周目の終わりまで来ました。この小さなマーカーは、引き抜いたところにつけたマーカーなので、長編みは編まないで、ここに最後の長編み。最初のマーカーのところ、これは減らし目をしたところ、ここに引き抜きます。これで袖の3周目が終わりました。次は4周目。減らし目をしない長編みを編んでいきます。で、減らし目をしないので鎖を3つ、2、3、3つ目にマーカーで、また裏返します。で、今引き抜いたところにまたマーカーをつけておきます。で、今度はこっち向きに編んでいきます。減らし目をしない普通の長編みを続けます。このまま編んでいて、ぐるっと編んで、こっちまで編んでいきます。4周目を編んできました。また、この小さなマーカーのところは編まないので、ここに最後の長編み。最初の鎖に引き抜きます。
鎖の下から3つ目、これで4周目が終わりました。次は5周目。5周目も同じように減らし目をしないところを編んでいきます。この減らし目をしないところは全部で4周にします。で、鎖を3つ、減らし目をしないところは鎖を3つで裏返します。また引き抜いたところにマーカーをつけておきます。で、隣に長編み、このまま減らし目をしないでぐるっと編んでここまで編んでいきます。で、ここまで編んだらさっきと同じように引き抜いて、で、また次を編んでいきます。これを全部で4周、今減らし目をしないところが1周、ここが2周目、3周4周と編んでいきます。減らし目をしないで4567と編んできました。次は減らし目をします。鎖を2つ、減らし目の時は鎖を2つで方向を変えます。で、今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。で、隣に未完成の長編み、これが1つ目、で、次からは一つに一つの長編みをしていきます。次も、で、このまま一つに一つの長編みをしてぐるっと編んで、最後はここには編まないので、ここまで長編みをして、で、引き抜きます。で、この減らし目一つのところと減らし目をしないところを組み合わせていきます。減らし目をするところとしないところ、するところとしないところ、するところとしないところ、この組み合わせと数は腕の長さによって変わってきます。で、私は今回こんな感じで編んでいきます。まず減らし目を4つ、次は2つ、次は1つ、次は減らし目をしないところが4つ、減らし目1つ、減らし目なしが2つ、減らし目が1つ、減らし目なしが2つ、これ以降は減らし目を1つずつで、多少の長さの変更であればこの部分で長さを変えます。私の場合は23周、脇の下から測って約40センチになりました。で、多少の長さの変更であればこの部分で長さを変えます。で、ちょっと多めに変える場合にはこの組み合わせの数を増やしたり減らしたりします。で、この減らし目をしないところを増やしてもいいです。で、私はこんな感じで編んでいきます。好みの長さになったら細編みで2周します。細編みは表になるように編んでいきます。で、表になるように編むので外側から編んでいきます。まず鎖を1つ、鎖の根元に細編みで、1つ目にマーカーをつけておきます。で、次も細編みを編んでいきます。で、次も一つに一つの細編みを編んでぐるっと1周します。細編みで1周してきました。最初の細編みに引き抜きます。
もう一周同じように細編みをしていきます。まず鎖を一つ、鎖の根元に細編み、でまた隣に細編み、でこのまま一つに一つの細編みをしていきます。でここまで編んでいきます。2周目もぐるっと編んできました。これが最後の細編み。で次はとじ針で始末するので、少し長めに糸を残して最後の細編みから糸を抜きます。マーカーのついている細編みの隣に針を入れます。端から数えると1、2、2つ目、手前から向こうに針を入れます。で、これが最後の細編み。最後の細編みに上から針を入れます。で整うように糸を引いて裏で隠していきます。糸を切ります。で、反対側も同じように袖を作っていきます。編み始めから測って約46センチ編んできました。段数は43段。ここは好みの長さにするんですが、奇数にします。次は模様編みをしていきます。で、奇数で編んでいくと、今は表の状態、次は裏から編んでいきます。内側から編んでいくことになります。内側から模様編みをしていきます。裏返したら内側から編んでいきます。まず鎖を一つ、根元に長編み、次は引き上げ編みをします。下の長編みの表から針を入れて表に戻ってきます。で、糸を引き上げて長々編みを編んでいきます。長々編みをするので、針に糸を2回絡めて、でこの長編みは端から数えると2つ目。で、糸を引き上げて2本ずつ引き抜いていきます。これで長々編みの引き上げ編み。次は長編み。長編みと長々編み、長編み。次は鎖を2つ。1、2。足元を2つ飛ばして3つ目に長編み。これで四角のスペースができました。次はまた引き上げ編み。2回絡めて
でまた長編み、長編みは4本連続します。今1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、これで長編みが4つ。次はまた引き上げ編み、絡めて長編み、四角のスペースを作ります。鎖2つ、足元2つ飛ばして3つ目、これを繰り返していきます。長編みの次は長々編み、で長編み、で長編みは4つ。まず1つ目、2つ目、4つ目、次は引き上げ編み、で長編み、この長編み4つと四角のスペースが交互になるように編んでいきます。端まで編んできました。模様編みの2段目は1段目と逆になるように編んでいきます。で、私は1段目長編み4つと長々編みと長編みで終わっています。これは幅によって終わり方が違います。で、終わり方が違うと始まり方も違ってくるんですが、下と逆に編んでいくと大丈夫です。で、まず鎖を1つ、で裏返します。裏返して内側から編んでいきます。まず長編み、で次は引き上げ編み。1段目はこの長編みに表から針を入れて表に戻ってきました。今度は裏から針を入れて、で裏に戻っていきます。これを長々編みでします。絡めて、で裏、で糸を引き上げます。でまた2本ずつ次は長編み、でさっき長編み4つにしたところにはこの四角のスペースを作ります。長編みの後に鎖を2つ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、これで四角のスペースができました。
次はまた引き上げ編み。で、裏から。で、2本ずつ。で、次は、この四角のスペースの上に長編みを4つ。まず、1つ目。次は、この四角の中に針を入れて、2つ目。3つ目。4つ目は長編みの上。で、これで長編み4つ交互になるように編んでいきます。次また引き上げ編み。次は四角のスペース、で、引き上げ編み。長編み4つ、まず中に2本目、で、また引き上げ編み。で、また四角いスペース。で、こういう感じで端まで編んでいきます。で、端まで編んだらまた同じようにここと同じように編んでいきます。こっちが内側で、こっちが表側、この裏がこうやって盛り上がるように編んでいきます。で、これでしばらく編んでいきます。肩から上がって長編みを約46センチ編んだら、次は模様編みを約12センチ、9段になっています。その後に長編みを1段、細編みを2段。で、この段数や長さはお好みにします。で、お好みでいいんですが、最後が表になるようにします。で、バランスは今回私は腕を下ろした時に袖と裾が同じぐらいになるようにしました。お好みでもっと長くしてもいいと思います。次は前立てとボタンホールを作っていきます。次はマーカーをつけていきます。首から広げて編んできて、この斜めとまっすぐの境目、私は23段編んだので24段目の長編みの、この長編みの上の方にマーカーをつけました。反対側も同じように、この長編みの上の方で裾から編んでいきます。ここには
細編みが2つ、それぞれに細編みを編みます。次はここ、次はこの長編みの2箇所に細編みをします。1、次も2箇所、で次も、このままマーカーの手前まで編んでいきます。マーカーのついた長編みの下の方に細編みを1つ、次はマーカーのついているところ、これはこの長編みの上の方、ここに細編みを2つ、まず1つ、同じところにもう1つで、今2つ編んだうちの1つ目にまたマーカーをつけておきます。で、次からはまた長編み1つに細編みを2つずつで編んでいきます。また1つ、2つで、このまま細編みを編んでいって、ここまで、この糸端の出ているところまで編んでいきます。これは最初の鎖の一番端、ここまで編んでいきます。編み始めの糸端の出ているところまで来ました。で、あとはここに長編みを2つで、その前にここは一番端の鎖、ここは編んでいくと緩んでいくところなので1回結び目を緩めて、で、それから引き締め直すと穴が小さくなります。で、この状態にしてから長編みにまた細編みを2つ、1、2で、次はこの糸端の出ているところ、ここにも
細編みを一つ、で次はこの長編みの上に一つずつ編んでいきます。次はここで、この糸端は編みくるんでいきます。このまま、この長編み3つ入れたところまで編んでいきます。ここまで。糸端の出ていた長編み3つのところが終わったら、次の長編み3つのところ。ここはスキップして細編みを編んでいきます。細編み、スキップ、細編み、まず手前に細編み、でちょっと引き締めて、でスキップ、細編み、でこんな感じになります。で次からは一つに一つの細編み、で次の長編み三つ、ここでも同じように細編み、長編み三つをスキップして細編み、細編み、スキップ、細編み、でこの次の長編み3つの手前まで編んでいきます。端の長編み3つのところまで来ました。長編み3つが入っている鎖に細編みを1つ、次はこの長編みに細編みを2つ、この長編みの上の方と下の方、で次からまた一つの長編みに細編みを2つずつ、でこれでマーカーをつけたところまで編んでいきます。マーカーのついた長編みの手前まで来ました。マーカーのついたところに細編みを2つ、この長編みの上の方、まず1つ、2つ、で2つのうちの裾の方、ここにマーカーをつけておきます。で次はこの長編みの下の方、ここに細編みをしていきます。ここだとちょっと狭いので、ここに細編みを1つ、これでこの部分に細編みが3つ、で次からまた1つの長編みに細編みを2つずつ、これで端まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。裾まで編んできました。糸を切ります。でまたスタートしたところ、ここから同じ向きに編んでいきます。毎回表が上になるように編んでいきます。一番端の細編み、
細編み、で次も細編み、このまま一つに一つの細編みを続けます。ずっと一つに一つの細編みを編んでいて、このマーカーのところでも一つに一つの細編みで、この一段目でマーカーがついている細編みには、その上の細編みにもマーカーを付け替えます。でまた一つに一つの細編みを編んでいて、この3つ編んでいるところにも一つに一つの細編みで、最後まで編んでいきます。ボタンをつけた位置にマーカーをつけます。この配置は自由なんですが、私は今回この長編みと模様編みの境目ぐらい、ここに4つ目のボタンをつけます。でここにつけて、ここが開く感じにしようと思います。好みにしてください。でマーカーの付け方なんですが、今回この大きさに揃えて細編み3つ開けてボタンホールを作っていきます。でその付けたいボタンホールの端ではなくて、この細編み3つの真ん中にマーカーをつけます。こっちもこの3つに細編みを、ボタンホールを作るとしたら3つのうちの真ん中にマーカーをつけます。この方がボタンホールの位置をイメージしやすいので、こんな感じにしようと思います。でまた端から同じようにスタートします。表になるようにします。一番端の細編みからスタートします。細編みの上に細編み、で次も細編み、で次も細編み、でこのままマーカーの手前の手前まで細編みを続けます。マーカーの手前の手前まで編んできました。次はボタンホールを作っていきます。で今回私はボタンの大きさに揃えて細編み3つで作っていきます。 1,2,3 細編み3つ飛ばすので鎖を3つ、1,2,3でこの鎖は少しきつめに編んでいきます。で足元の細編みを3つ飛ばします。3つ飛ばして4つ目に細編み、でここでボタンが通るかを確認します。で通ったら次からまた細編みを続けていきます。で次もマーカーのついた手前の手前、でまたこのマーカーの前後を含めて 1,2,3 鎖も3つ、足元3つ飛ばして4つ目、こういう感じでボタンホールを作っていきます。でまた細編みをしてボタンホールを作って、
で、ここまでボタンホールが終わったところまで編んでいきます。4つ目のボタンホールの手前の手前まで編んできました。また鎖を3つ足元1、2、3、3つ飛ばして4つ目はこのまっすぐと斜めの境目につけたマーカーになっていることがあります。で、ここに細編みを2つ入れていきます。鎖3つ編んで次の細編みはここ足元3つ飛ばして4つ目の細編み、ここに細編みを編んで、まずボタンホールができました。で、次はまっすぐと斜めの境目なのでここに細編みをもう一つ、ここには細編みを2つ入れました。次からはまたまっすぐ編んでいきます。まっすぐ編んでいってこの3つのところもまっすぐ編んでいってこの首のへこんでいるところ、この手前まで編んでいきます。長編み3つ入ってくぼんでいるところまで来ました。またここで長編み3つの延長線上の細編みをスキップします。ここをスキップします。細編みスキップ細編み、ここはまだ普通の細編み、次をスキップ、で次も細編み、こんな感じになります。でまた細編みを続けてここでも同じように長編み3つの延長線上をスキップします。でずっと編んでいてマーカーのついているところには細編みを2つ、であとはボタンホールを作らなくていいので裾まで編んでいきます。裾まで編んだら糸を切って次は4段目を編んでいきます。4段目も端から編んできました。ボタンホールの手前はこの細編みになっています。ここにも細編みをして次は鎖3つ、鎖に細編みを3つ、鎖の数と同じだけ細編みをします。で次の細編みはここ、これでボタンホールができました。次からまた細編みをしていきます。ここまで編んだら鎖に細編み、3でこの細編みに細編み、でこれであと2つボタンホールを同じように作っていきます。でボタンホールができたらあとは1つに1つずつ、さっき細編み2つしたところも1つずつ、でくぼんでいるところもここも1つずつ、全部1つずつ編んでまた裾まで編んでいきます。裾まで編んだら糸を切ります。で次は5周目、
5周目は全部一つに一つの細編みを編んでいきます。裾のところから一つに一つずつで、裾まで編んだら糸を切って糸始末をします。ボタンをつけたら出来上がりです。とてもいい感じに出来上がりました。この袖の形が可愛いのと、あと裾の模様編み、とてもバランスのいいアクセントになりました。この模様編みは普通の方眼編みではなくて引き上げ編みをしているので、温かみのある感じの編み方になりました。で、着てみると肩から腕にかけて一体化しているので、とても着心地がいいです。で、伸縮性のある糸を使っているので、着心地がとても楽ちんです。で、サイズはこんな感じになりました。上から下までは62センチ。横幅は48センチ。で、袖は首のところから上がって65センチ。脇の下からは33センチ。他はこんな感じになっています。で、使った糸は290グラム。最後までご視聴ありがとうございました。